嵐の松本淳、39、が主演を務める NHK 大河ドラマ、ドーる、家康、日曜あと8.00は30日、第29話が放送される。先週、第28話は、本能寺の変。織田信長、岡田純一が本能へ入ったという方に、徳川家康、松本潤は、堺へ、こう、堺の商人たちと手を結び、家康は信長を、 スタートの体制も盤石に整える。しかし、そこへ、女、お一の方、北川慶子が現れる。推しから知ら、ざる、信長の思いを聞かされ、家康は戸惑う。真を打つなら、今夜しかない。家康は、一世一代の段を迫られる。そして、迎えた夜明け、本能寺は、に包まれ、という展開だった。やはり、明智光秀、田、寺は、 今は目が、下知る小月かな、残るは家やす、け。断じて逃すな。できれば、池鳥二世。あ、のクソたわけの口に、腐った魚を詰めて、殺、やる。こ甲を鍵、越に浸る海縁。ところ変わって備中、高松。橋場秀吉、室尾強は、上様が。なんちゅう、こっちゃ。今すぐ、毛利と和儀を結べ。ただち、引き返し、ケース。 この猿が敵を撃ったるがや。子、猿が徳川家康の首を取ったろまい。あ、明智目、不気味で涙も疑わしい開演。しかし、光秀と修、など眼中になし。信長の心は最後まで、家康だ、にあり、家康もまた。家康、家康、家康、信長、信長、真。信長と家康の感情と絆を軸に描き切った。 ことの本能寺の変。家康と格闘相撲に興じた信長唯一人間らしい感情を持った忘れられない大。炎に消えていった孤独なカリスマの最後、石井さんが描く。昨年の三谷好期士脚本、鎌倉の13人のイメージラスト全48話分と3枚の大が巻キを描いたイラストレーター石井道子氏を鎌倉殿へと人気を博した。 大河ドラマ62作となる、どうする家康でも、前作、鎌倉殿の13人に、けず、劣らない癖強いキャラたちを、石井氏がいていく。